これが税金の三大誤解の一つと言われておりまして。お金に暮れしてんのー。はい、今回は音楽家がお金に強くなるクイズ、お金にクレッシェンド第3回目でございますね。なんだそりゃということで、音楽家がお金に強くなるというお話を、していきたいんですけれども、これね、なるべくわかりやすいように、せっかくだったらクイズ形式で紹介していこうかなというクイズバラエティ番組でございますね。はい、というわけで、このクイズですから、早速第1問行ってみたいと思います。はい、第1問こちら。演奏のギャラを年間103万円までにしておけば、家族の扶養に入っていられる。丸か×かとね、もう一回やりましょう。演奏のギャラを年間103万円までにしておけば家族の扶養に入っていられる、丸か×かということですね。はい、でこれは答えなんですけれども、実は×になるんですね、これね。はい、なんで×かっていうと、これ実はですね、これが税金の三大誤解の一つと言われておりまして、103万円の扶養に入ってられる話って聞いたことありますよね、きっとね。だけど実は103万円までっていうのは合ってるんですけど、あれ実はお給料だけの人なんです。アルバイトだけしてますとか、それから奥様とかだと、パートの奥様多いんですね。旦那の扶養に入ってられるのはパートの年間103万円までよっていうの。あの103万円が実は一人歩きしまして、で、その103万円がずっとこうね、耳に残ってますから、音楽の収入、演奏のギャラとか、それから、音楽教室のね、レッスンの収入とか、こういうのも、103万円まででしょうって、それは思いますよね。ところが、103万円までってのもう一回言います。お給料だけの人に当てはまるルールなので、ポイントだけお話ししておくと、事業所得とか雑所得に、入る方ですね、こういう音楽家さんはここがポイントになるよということで、こちらを用意しました。これ確定申告書の第1表って、第1表っていう1枚目の左の真ん中あたりの所得金額等ってとこなんですけど、これ確定申告やった方は、なんか左の真ん中あたりに、はいっていうね。で、例えば事業等とか雑所得等とかっていうところだったら、収入から経費を引いた儲けみたいなのがここに入ったりするんですね。で、お給料だと確定申告やった方は給与所得控除っていうのがあったりして、その金額がここに入ったりします。そしてここに1番から11番まであって、これを12番に合計します。これは2020年分を2021年の3月4月ぐらいに確定申告したやつのレイアウトだと12番になってます。その年によって違いますね。ちょっと前だとここは9番だったりしましたけど、番号はさておき、所得金額等って書いてあるところの合計っていう欄ですね。いろんな所得を合計したここの金額、ここが今の税法、税金の法律のルールだと48万円以下だったら不要ということになります。ちなみにさっきのこの103万円までっていうのはお給料だけの人っていうところは何でかっていうと、実はお給料だけの人っていうのはここだけなんですね。1行だけね、ここないんです、この上下がない。ここは103万円の収入の人っていうのは、ここの所得が給与所得控除っていうのは自動計算されて、ちょうど48万円になるんです。ちょうど103万円の収入の人は所得がちょうど48万円になるんです。だから合計がね、1個しかないですから、ここの合計欄も当然48万になりますから、お、48万以下だったら不要だねってことで、じゃあ給与だけの人は103万なんだ。でも48万以下って覚えにくいし、自分の給料を計算するのに48万とか計算しない。だから収入の103万円とかっていうのが分かりやすいんで、48万円を給与所得控除の前に逆算すると103万なんです。こんな感じになってるので、音楽家さん事業所得とか雑所得がね、ある方ですね。こういう方に関しては、ここはもう一切無視です。だから103万っていうのはもう本当に無視してください。ここの合計が48万以下になるかどうかっていうところですね。だから事業家さんだったら経費を引いた後の金額とかが48万以下になるのかと。給与も両方もやってるんですよって人は、合計して48万以下になるのかっていうところがポイントになります。こんな感じです。OK でしょうかね。はい。それでは第2問いきたいと思います。第2問。音楽の仕事で消費税をもらった。ね、先週のクイズでやりましたね。消費税もらえますよってね。ところが、このさ、一歩進みました。この消費税は必ず税務署に納めるとは限らない。
ね、丸か×かということになりますね。もう一回読みます。音楽の仕事で消費税をもらいました。この消費税は必ず税務署に納めるとは限らない。丸か×かということですね。で、これ実は答えは丸になりますね。丸なんです。これ丸なんです。必ず納めるとは限らないんです。じゃあどういう場合に納めることになって、どういう場合は納めなくて済むのかっていうと、これも法律でしっかり決まっておりまして、まあ、細かい例外はありますけれども、基本的にはあなたの年間の事業の収入ですね、消費税がかかる事業の収入、これが1000万円を超えたら、だから1000万円ちょうどまでは OK っていうか、まあ払わなくていいです。1000万円を、だからまあ1000万円以上かな、1000万円を超えたら、その次の年、だから2020年の収入が1000万円を超えたら、次の年ですから2021、2022年分の計算から納税が始まります。実際には2022年分の計算ってことは2023年3月頃の確定申告になると思うんですけどね。ここから納税ってのが始まりますよと。で、納税どんな風にやるのかっていうのはまた詳しくね、説明する機会があったらお話ししたいと思いますけれども、基本的には収入の時にもらった、だから1万1000円だったら1000円、それからそこから自分で払った経費の消費税も引けますから、預かった消費税ね、全部払うんじゃないですよ。経費の分もちゃんと引けますので、そこはご安心ください。ここもね、結構誤解されてる部分です。はい。で、それまでは、じゃあ消費税ってもらいっぱなしで、納税しなくていいんですかって話なんですけど、まあ、納税しなくていいんですけど、その代わり、その納税が始まるまでは、消費税も収入にカウント。確定申告の時に収入に、だから決算書とか収支内訳書の収入に、税抜き1万円だったんだけど、税込み1万1000円もらってて、消費税の納税義務がない場合は、1万1000円を収入に足しますから、だから消費税も、消費税分ですね、収入にカウントするってことになります。そうすると、その1000円に対しても、所得税は課税されますね。5% の人もいれば、10% の人もいれば、20%、30%、いろんな人がいると思いますが、まあ、消費税の場合はそのまま納税なんですけども、所得税が一応かかりますので、まあ、そこまで、年間ね、1000万円を超えるまでは、所得税の方で、まあ、税金的にはちょっとだからね、まあまあ、安く済むかなっていうことにはなります。ね。なので、1000万円を超えないように消費税払わないにやろうっていうのも戦略だと思いますし、いやいや、もうそんなとこ全然気にしないで、とっとと私は1000万円超えていきますね。っていうのも戦略。それはあなたが決めることだと思います。ただ、こういう知識を持っといた上で、だったらこっちに行った時にこういうこともあるのかとか、いろんなね、いろんなこの、こう、情報がいっぱいあると戦略、進む道が決めやすいと思いますから、こういうのもね、ぜひ、まあ、なんかこんなことがあるんだ、ふーんっていうふうに知っといていただければいいかなというふうに思います。第2問でした。さあ、じゃあそれじゃね、第3問いきたいと思います。第3問。学生の時に借りた奨学金を、今も毎月返済しています。ね、ありますよね。この支払いは経費で落とせる、丸か×か。もう一回読みます。学生の時に借りた奨学金を今も毎月返済しています。この支払いは経費で落とせる、丸か×かというお話なんですね。で、これは実は×です。ねえ、これは経費では落ちません。借りたお金を返すっていうのは経費にはならないというふうに知っておいてください。そうなんだってね。ちょっとなんか不公平な気もしないでもないんですが、だけど実はですね、借りた時も収入には計上しなくて OK っていうことになります。だから、借りても返しても収入にも経費にも、確定申告には一切関係ないですよっていうことになりますから、あ、じゃあ言われてみれば、公平かなみたいな感じにね、まあ、ちょっと思っていただけるといいかなと思います。ちなみに、借りた、返したっていうお話で言うと、このまあまあまあ、学生の時の奨学金はまあさておきですけれども、事業用に、ね、これから事業を大きくしていくとか、ちょっと苦しいとかっていう時に、銀行とか、ね、それから生活金融公庫とかから借りることっていうのもあったりするんです。
借りたりした時っていうのは、これも借りたお金、300万円借りましたってね、3万円ずつ100回で返しますとかって、これ借りた時も返した時もこれは収入にも経費にも計上しなくていいんですが、この時に利息っていうのがきっと出てきますよね。毎月何百円何千円っていうのが出てくると思うんです。この利息だけは経費にはなります。これは経費になります。はい、これはねちょっと知っといていただくといいかなというふうに思います。こんな感じですね。はい、今日も 1,2,3 問っていうふうにねやってきましたけど、まあ、クイズお金にクレッシェンド、こんな感じで進めていきたいと思っております。でですね、このクイズお金にクレッシェンド、あなたと一緒に作ろうというクイズ番組になっておりますので、ぜひですねこちら手伝っていただきたい、こんな質問や疑問があるからクイズにしてっていうみたいなのがあったら、もちろんクイズ形式で投げてきていただいてもすごい助かりますけれども、まあ、とりあえず、アイディアレベルとか、本当にガチの質問とかでポンっていうふうに投げていただければ、それを俺のですね、勝手にクイズにして、あなたと一緒に作っていきたいと思いますので、こんな感じでやっていければなというふうに思います。まあ、今のところ週1ぐらいでやっていければなと思いますのでね、はい、どうぞよろしくお願いします。というわけで、最後のご案内にはなりますが、この動画はパワーポイントでね、レジュメ PDF っていうのを実は音楽の LINE アットの方でお渡ししてます。まあ、今日クイズなんで、そんなに、あれかもしれないですけども、過去のですね、動画、300本近い動画のレジュメの PDF が一気に全部入っております。Google ドライブのリンクですね。こちらの方をお渡ししておりますので、まあ、下の方に、この説明欄、概要欄に、LINE アットのリンクですとか、それから、アカウント名書いてありますので、こちらの方からちょっとなんとかたどり着いていただいて、クリさんレジュメちょうだいと言っていただければ、先ほどの Google ドライブのリンクをお送りいたします。そしてもう一つ、この LINE アットなんですけれども、栗原に直接質問や相談ができます。で、今のところにはなるんですけども、全部この目で見まして、全部この手でチャットでお返ししております。ただ、まあ、一人でやってるんで、たまにですね、過去最大、ね、2週間ぐらいお待たせしちゃったこともあります。ちなみに今ですね、1日待ちぐらいまで、なんとか来ておりますのでね、翌日ぐらいには返せる感じでやっておりますので、今ちょっと結構チャンスタイムかと思いますが、まあ、ちょっと待ってもいいと、日によっては待ってもいいよという方は、ぜひ遠慮なく質問、相談をお寄せください。お待ちしております。そして最後に2つだけお願い、いい。チャンネル登録ってのあるんですね。YouTube のチャンネル登録。この辺に出てると思うんですけど。あ、それ。それちょっと押していただいたりするとすごく嬉しいし、ついでにちょっと心優しい方、もうワンクリックもらえますかね。この下の方にこう、なんか、グッド、高評価、いいねみたいなのがあります。それです。はい。それをちょっともうワンクリックしていただくと、すごく嬉しいでございます。はい。というわけでまた他の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。